おちさん、こんばんは。おばんです。こんばんは。あ、音大きいかな。大丈夫かな。こんばんは。ようこそ。疲れてません。全然疲れてない。全然疲れてないですよ。疲れてない。さっき帰ってきました。今日は珍しくですね。珍しく人たちだな。人たち会ってました。ありがとうございます。バッチリです。よかったです。はい。今本当に今帰ってきました。まだ部屋が寒すぎてジャンパー着てます。大好きな、もう多分本当こればっかりなんですけど、アンドワンダーのジャンパーです。高いんですよね、アンドワンダー。高いの知ってるので、プレゼントされるとめっちゃ嬉しいです。されたことはないけど、ありがとうございます。はい、はい、おーちんこんばんは。おばんです。しげさんこんばんは。はい、部屋も温まってないのに本当そう、寒い。よっちさんこんばんは。はい、疲れてないんだよ。森のくまさんこんばんは。やっほー。年明けさんこんばんは。はい、バッチリ、よかった。音大丈夫、よかったです。けんけんこんばんは、ようこそ。さあ、ということで、眩しいでしょう。夜だからちょっと暗くしましょうね。あんまりにも暗いか。こんな感じ。うわ、まぶちい。よし、オッケー。さて、ひろたかさん、ん？ひろこさんこんばんは。確かに石井社長のオフ会で会いましたかね。あったと方かな。どの人だろう。あの写真がアイコンにないからちょっとわかんないけど、そうかもしれません。はい、西井社長のあのオフ会に行きました人です。はい。いやー、ちょっと今日はですね、新年会があって、いつもお世話になってる音響さんのちょっとメンバーチームでですね、新年会してきて、お年玉あげてきました。お年玉、いつもね、お正月三が日はいつも封筒に入れて、お会いした人にこうね、めでたいものですから、もらってもらってるわけなんですが、はい。あ、よっちごめん、自分が疲れてた。あ、疲れてるんだね。仕事だったのかな。お疲れ様です。ということで、はい、先ほどその新年会が終わって、私はずっと飲まずにジュースばっかり飲んでたんですけど、今日のノルマの2リットル水分飲むっていうのは達成したような気がします。といったところで、2024年です。新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。歌ってきますか。歌いぞめ。
今夜は遅い時間なので結構しっとりとゆったりと歌っていこうと思っています。あのね、まあ皆さん夜更かししているということを想定して想定して1曲目インストの曲を弾いてみました。あのオリジナル曲なんですけど、タイトルとかも特にないけど、ちょっとなんかこんな歌をね、なんか曲歌をインストをちょっとね、そうね、正月だからね。お正月は皆さんお休みなんですか？
を恐れてかなり楽しいじゃん。のんのんのんの新しい色を染めよう。あなたが生きる世界に宝箱ありがとう。あ、ちょっと待って、なんか変なの開いちまった。いい。お、あと9秒だ。はい、ありがとうございます。パチパチと、バラなどのねギフトもありがとうございます。知ってるっつってよかったです。よし、この宝箱をピシッとして、えい、ありがとうございます。コインを1枚受けと、ありがとうございます。よちさん、皆さんどんなお正月過ごしてました？毎年ねラジオとかで自分の番組で言ってるんですけど、今年は話しなかったかなと思うので今ここで言おうかと思うんですけど、新年明けましておめでとうございますって結構言われる方多いじゃないですか。新年明け、あ、新年明け、あ新年明け、あ、失礼しました。はい、なんか太ったな悪いね私。なんか新年明けましておめでとうございますって言うんですけど、これって新年っていうのと明けましてっていうのって同じ意味なので、腰痛が痛いみたいな、頭痛が痛いみたいなあと何それなんか2回同じようなこと言っちゃうやつ何かありましたっけ。あ、そうそうそう、ダブリ言葉なんですよね。そうなんですよ。なので新年って使いたいときは新年おめでとうございますだし、明けましておめでとうございますのどっちかなんですよね。新年明けましておめでとうございますは日本語としてはとても間違っているやつなので、ぜひまだ明けましておめでとうございますっていう機会がこれからあると思うので、いやちょっと気をつけてみてください。新年明けましておめでとうございます、頭痛が痛い、そうね、うん、一緒、同じような感じです。なんかそれをこう知ってから結構気をつけていて、特に放送とかでラジオの年越しとか新年一発目のライブとか、ラジオとかっていう仕事が結構やっぱりあったんで、今までもそういう時に使わないようにね気をつけたりしてました。まあ、もちろん間違っちゃってなんかいっぱい言っちゃったみたいな言いたくなる気持ちも致し方なくよくわかるのですが、年明け一発目に見た初夢、
なんだかとても悲しい気持ちになっていました。涙がこぼれそうなほど悲しいことがあったのに、何が悲しかったのか覚えてない初夢。ウィル・スミスが出てきて、なぜ悲しんでいるのかって聞かれた。その時は英語で喋ってたと思うけど、夢って変だよね。英語喋れないのに喋ってる感じの、なんだか会話は成立してたよ。マンデーマンデー、悲しいのかい、君はいつ悲しいのかいってウィル・スミスに聞かれた。私は every time every time every time、そう答えると、 Wednesday と交換すればいいのさと言われた。変な初夢じゃん、変な初夢じゃん、変な初夢じゃん、変な初夢じゃん。皆さん初夢ま見ましたか、どんな夢を見ましたか、ぜひ教えてね。会えなくて会えなくて、こう
んな気持ちはどうすりゃいいの。触れたくて悲しくて愛しくて愛しくて、あなたがほら足りない。顔が丸いんですけど、お送りしたのはパズルという曲でしたね。寝た皆さん寝たね。無理せずにね、眠ってくださいよ。ありがとうございます。はい、2024年、本当にどんどん被害がちょっとこう広がっていて、なんかこう心がざわつくような、災害とかがで幕を開けた2024年、本当にね、被害に現れた方々皆様にはお見舞い申し上げます。まあ、自分の栃木県の方にもこうブーッとこう揺れが届いたので、あ、なんかこれは大きな何かがあったなっていうのはなんか感じてはいたんですけれども、どんどんこう被害状況とかが少しずつ見えてくると心がざわついて致し方なく、こういう時にどんな言葉を出していいかとか、案外あんまり何も言わないタイプなんですよ。何にも言わないし出さないですね。皆さんお見舞い申し上げますとかって投稿とかすごくされてるかなと思うんですけど、今日はちょっとやりますって言ってしまっていたっていうのもあって、2か3でやりますって言ってて、明日がちょっと4日の日が相当朝早いことになっちゃって、3日の配信ができなくなっちゃったので、どうしても今日やらざるを得ないかなっては思っていたので、ちょっとこう本来の自分の佐藤寛子としての生き方とスタイルでは案外お休みするというか発信を控えるタイプのアーティストなので、珍しくお見舞いを申し上げてみました。石川の大事な友達たちがね、あっちにいてお世話になったライブハウスとかも大丈夫かなとかってすごく思うんですけど、今とっても大変な時だからこそ連絡できないですね。私は結構栃木も東北の震災の時とかも栃木に住んでるっていうことであちこちから心配してご連絡いただいてすごく嬉しかった気持ちもあるんですけど、やっぱ携帯電話の充電が切れてしまうのがちょっと不安で、まあ、その停電とかもしてたし、計画停電とかもありましたよね、あの時って。なんかそういうのもあって案外連絡をすごく絶っちゃっていて、その時になってみないと分かんないけど、今その置かれてる状況下の方がその置かれてる状況下でその周りの人と大切な人が大切で大丈夫だったらいいなっていうのをすごく心から願って祈るということしかできないのなら、あんまりこう言わないタイプですまあこう表立ってこう文章にしてませんが、心はすごく祈っているというのだけお伝え申し上げます。そんな時にやっぱこういうインストゥルメンタルのものはいいですね。あ、グラニーギアさん分かりますか。おうちに本当そうだね。
えてるかな。遠い未来の場所まで走って走って行ければ楽になるのに、たどり着いたこの街に戸惑いを隠せない。子猫がいる今日、今の答えを探して求められて、不器用な私に声をかけないで、振り向いて力尽きた子供の頃の感触が今でも残ってる。そう今はそう歌う、そう今はこう歌う、そう今はそう歌う、そう今は少しの勇気を。探して求められて、不器用な私に声をかけないで、振り向いて力尽きた子供の頃の感触が今でも残ってる。そう今はの場所まで走って走って行ければ楽になるのに。ありがとうございます。お送りしたのはサイレントロードという曲でした。なんとなく覚えてましたね。なんかすごい古い曲なんですけど、結構好きで歌う機会がなかなかないですけどね。よっちは寝たんじゃないかな。みんな寝ちゃって大丈夫ですからね。あの無理せずに小枕元とかにこう置いて、あんまり急に大きい声出さないように私もしたいなと思います。今夜は、はい、あのいろんな思いも込めて寄り添い歌っていきたいと思いますので、こんな年始めもいいんじゃないかなと思います。みんな寝ていたいよ。あのハートもあの見えなくなってきて寝たな。急に押し出した。大丈夫大丈夫、無理して押さなくて大丈夫よ、はい、寝ろ寝ろ。このままねシュッてこう歌を聴きながら寝てくれてるとかっていうのはかなり嬉しいんですよ。とっても嬉しいので寝てしまえ。歌いは歌で元気を被災地に送ってください。そうね、元気な歌をまたあの改めてもう少し早い時間にスタートして元気な歌をヒエーって、あの大黒摩季さんのラララとか歌いたいですね。歌えるかな、静かにラララ歌っています。私今日歌詞全然見てないんですけど、ちょっと不安だな。懐かしい匂いがした、スミレの花時計、恋愛中ってもっと楽しいと思ってた、好きになるのは簡単
時が経つのはなぜ今夜に早いのだろう。あっという間にもうこんな年だし、親も年だし、あなたしかいないし、ねえラララちょっと待って、ララ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 ラ今日と明日もあなたに会えない、ララ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 ラ今日も明日もあなたに会えない、ララ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 ラ今日も明日もあなたに会えない、今日もずっとずっと一緒にいようね。静かに歌ってみました。新年おめでとうございます。もぐもぐさんありがとう、はとみありがとう、あ、にんたまらんたろうさん、わあ、めっちゃ久しぶりです、こんばんは。はい、ねえともちゃん、さっきは楽しかったね。ともちゃん結構飲んでたね、案外飲むんだなと思って楽しかったよ。またね飲もうね、出遅れちゃった、全然大丈夫、みんな寝かしつけているところだから、ま、お家になんか、なんかくれた、これ何、ニューイヤープロテクション、プロテクション、プロテクションって何、お守りかな。久しぶりいい歌だね。そうだね、本当そうですね、久しぶりです、嬉しい、ありがとう。今日はひろちゃんファミリーの方おめでとうさんです。もくもくさんが新年のご挨拶をしている、でもね多分ね寝てると思うんだよ寝てると思うから、寝た寝た寝たのね、半分ぐらいの人が寝てると思う、静かに問いだったら楽譜出さないとちょっと、まあ、そろそろもう分かんないな、なんでたまたまラララがぼやっと歌いましたけど、あと太ったね、顔が丸いんですけど、ちょっとやばい、これ絶対痩せるから、絶対痩せるから、修学旅行的な感じ、夜そう本当そう男子の部屋にが女子の部屋に男子が来たりしてました、ね、あんまりね、そういう記憶はなくて、ただ遅い時間まで起きてるっていうことがバレないようになんか隠れてた記憶はありますね。お家に行っただってなんとすごい、やり手だの、お家にやり手だの、女子の部屋と男子の部屋って全然なんかフロアとかさ、そういうのも全部違くなかったですか。よいしょ、ちょっと待って、にもかかわらず言っていたという、ちょっと待って、キーボード、キーボードも邪魔、
夜空の向こう。今夜は静かな修学旅行気分配信をお送りしています。カズさんハートミありがとう。すごいメンバーにもなってくれたんだね、ありがとう。お、もぐもぐさんチームブレスレットありがとう。ちょっと歌ってみるか。忍たま乱太郎さんの先生来て女子の布団に隠れた、やだすごい絵に描いたような、やり手男子じゃないか、やるなお主。弾けるかしら。信じてくれたかな、夜空の向こうには明日がもう待っている。ためらうくせにつまらない常識など潰せると思ってた。君に話した言葉はどれだけ残っているの、僕の心の一番奥で空回りし続ける。あの頃の未来に僕らは立っているのかな、
しみっていつかは消えてしまうものなのかな。ため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。おちんさん、コイン1枚ゲットしました。ありがとうございます。ははは、ありがとう、ありがとう。寝た。修学旅行みたいな感じ最高に好きなんですよ。寝たっていうこのこしょこしょ話が大好きです。皆さんまだ寝ないの？なんか恋バナとかする？恋バナ、やっぱ修学旅行といったら恋バナじゃないですか。恋バナといったら、あの、ん？枕投げする。いや全然やってもいいんですけど、私投げるじゃないですか。で自分でまた取り行くんじゃないですか。でまた投げるじゃないですか。で自分また取り行くじゃないですか。激虚しなんですけど。激むなしいなんですけど、やっぱ投げ、あいこ投げて帰ってくるっていうのがやっぱ枕投げの醍醐味じゃないでしょうかね。そうさせないっていう。面白いですね。昨日か一昨日ぐらいにわちなんていうマッチさん、恋だろうっていう歌をアップしたんですよ。あのドラマのね主題歌だったですよね。これ見てましたけど、土屋太鳳さん主演のやつですね。いい歌ですよね。女子の部屋に侵入女子の部屋に侵入して枕投げは結構ハードル高いじゃないですか。枕投げをする時点で相当先生に怒られやすい状況にもなっているにもかかわらず、男子の部屋、男子が女子の部屋に行ってるっていうことがこうバレた時に2倍ですからね。2倍みたいな。100人乗っても大丈夫みたいな。2倍っていう CM と100人乗っても大丈夫っていう CM と、あとダダンイヤープープープーアーっていう CM、 この3つはねいつも近いところにいます。なんかこう、どう分かる方いらっしゃいます？あ、三日月ね。三日月もいいよね。早くの三日月いいよね。そのまま Cry って、ね、高いんですよ。あやかちょっとキー下げて歌ってみようか。ちょっと前にその前にちょっとこの曲を一回だけ歌して。先生に見つかって廊下に正座。修学旅行行ってさあ廊下で正座とかすごい嫌ですね。でもね、そうだよね、修学旅行いたかな。そんな子、私すごい覚えてるのが、あの結構そういう私なんだろう、あのお祭りごと大好きなので、修学旅行とかのこう委員会みたいなのに入ったりしちゃうんですよ。修学旅行委員みたいな、実行委員長みたいな、実行委員とか学校祭の実行委員長とかやったりしちゃうタイプなんですよ。で
中学2年生の時に臨海学習があって、で栃木県は海がないので、こう仙台港までフェリーで行って、で仙台から北海道までフェリーで結構行くっていう、そのフェリーの道中で、まあ、もちろんめちゃくちゃ酔っちゃって、なんかもう委員会とか実行委員会とかもそれどころじゃないみたいな、ましてや枕投げ恋バナ、全然なんかものすごくこうこうってなってたのをすごい覚えてますね。大丈夫なのこんなに揺れてっていうぐらい、お風呂のお湯もピコーってピシャーンピシャーンってなりながら、なんかすごい酔ってた記憶があります。吐きはしなかったですね、当時はまだあんまり車酔いとかもしないタイプだったんですけど、ふんだ私も酔っちゃってましたけど。僕はこの世界で第何位で、君はこの世界で第何位だ。よし、今じゃ先生のビンタや正座ダメ。あ、そうなの、ひどい世の中だね。え、どうやって生徒を怒ればいいんですかね。何しても怒られない時代になっちゃうじゃん。三日月で検索すると、三日月のシャンソン、三日月ホテル、三日月シーパークホテル勝浦とか、なんか三日月っていうなんかホテルがあるんですかね、ビジネスホテルが。知らなかったです。サンフラワー、サンフラワー、ともちゃんありがとう、シェアありがとう。ともちゃんでもあれじゃないの、まだ飲んでんじゃないの、あれあれか、今休憩してくれてるのかな。ちょっと待って、なんか広告を見ないと見せてくれないって不明をさ、弾けるかしら、大丈夫そうかな。 OK、 ニカポだから C でいこう。一緒にいた二人で歩いた一本道、二つに分かれて別々のを歩いてく、寂しさで溢れたこの胸抱えて、今にも泣き出しそうな空見上げて、あなたを思った、ああ君がいない夜だって、そのもう cry もう泣かないよ、頑張っているからねって、強くなるからねって、君も見ているだろうこの日、そんな三日月つながっているからねって、愛してるからねって、もう冷え切った手を一人で温める日々、君のぬくもり恋しくて恋しくて、どれだけ電話で好きと言われたって
君に寄りかかることはできない。涙を拭った君がいな夜だって、その真っ黒いもう泣かないよ、頑張っているからねって、強くなるからねって、今度いつ会えるんだろう、それまでの電池を抱きしめながら言った、あなたの愛してるの一言を。君がいない夜だって、その真っ暗いもう泣かないよ、頑張っているからねって、強くなるからねって、もう君も見ているだろう、この消えそうな三日月、つながっているからねって、愛してるからねって、三日月に手を伸ばした、君に届けこの想い。お送りしたのは彩香さんで、三日月でした。三日、ハートミーありがとうございます。え、めっちゃハートミー、何なんで日付が変わるとハートミーが送れるんですか。知らないことがまだまだ多いです。あ、新田真さんありがとうございます。本当だ、1時間ぐらい間もなくやった感じになりますね。前髪伸びましたね、こう明日切ろう、もうピッて、ここに来ちゃうピッてよし、ありがとうございました。そんなわけで、なんかこうちょっと髪型の締まりが悪いけど、まあ、いっか。今日もですね、ちょっと短い配信でしたけれども、ありがとうございます、お付き合いいただきまして。皆さん寝たかな、ね、絶対よっちさん寝たな。はい、もぐもぐさん、小さなおかえりありがとうございます。はい、ともちゃんもね、もう酔っ払ってるだろうから静かに寝られるぞそうだね、静かにゆっくり眠ってください。ともちゃんもさっきまでね、一緒に新年会してましたけど、よかったらまたね、イベントとかもお手伝いに来てくれるはずなので、リアルともちゃんに会いにみんなも来てくださいね。ね、酔っ払ってるだろうに、ありがとうね、わざわざコメントくれて嬉しかったです、ありがとう。さあ、ということで、ね、新年早々本当に心がざわつくような、そんなニュースもあったりなんかして、皆さんが大変な時なので、私もちょっと祈るばかりで、大切な人の大切な人も、その周りのさらに大切な人たちも、無事だといいなと、ね、思い今日はちょっと、少し短いですが、この辺でね、お別れしたいなと思います。はい、ともちゃん行きます。さて、嬉しい、ありがとう。またね、あ、ちょっと連絡してみようかな。そのギャラがあんまり高くないからな、ちょっとどのぐらい出せるかな、ちょっと相談しましょう1月の現場でね、ちょっと一箇所ですもんね、なんだか安いんだよね、 ね、ちょっと相談させてください。また連絡します。さあ、今日
今日もご覧いただいてありがとうございました。今現段階でいらっしゃる方皆さんご紹介していきましょう。新玉乱太郎さんありがとうございました。またね、あのもうしばらく久しぶりになんか手話を使う、もう手話を忘れてしまうので、また手話を教えてください。新玉乱太郎さんありがとうございました。はい、森の熊さんありがとう。新一さんありがとう。チャングさんかな、チャングさんありがとう。微笑みの貴公子さんありがとう。ユーザー 04G43 ありがとう。ケンケンさんありがとう。ともちゃんありがとう。にぎやさんありがとう。おうちんさんありがとう。よっちさんありがとう。そしてもぐもぐさんありがとう。皆さんにとって2024年素敵な年でありますように、私も心から祈っています。投稿もまたちょっとしばらく続けられる範囲でね、無理なく、していこうかなと思っています。今のところね、4日まではね予約投稿しているので、あ、 TikTok の予約投稿してなくね、今夜上がってなかったでしょ。あ、やばい、明日多分2つ一緒に上がります。TikTok の予約投稿し忘れる傾向がありますね。昼と夜とって感じにあげようかな。ね、はい、TikTok 忘れやすいな。うん、でもなるべくちょっと投稿で頑張っていきたいなと思ってますので、そちらも合わせて楽しみにしていてください。今年の目標はいっぱい曲を書くなので、明日は一日こもって曲を書いてるかなと思います。なんか出来上がったらばすぐ投稿してみますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ライブ配信の方も気ままに、やりますが、ちょっとね今年は曜日決めて、なるべく週1とかで、週1とか週2とか分かんないけど、皆さんに必ずお会いできる日を作ろうかなと思っているので、その時また会いに来てくださいね。それでは今年も素敵な1年でありますように。